数年前から日本が力を注いできたクアッドタスですが、南シナ海での警護任務と合わせ、いよいよ対中包囲網が完成しつつあるようです。もともとクアッドタスは中国に対抗した枠組みでしたからね。様々な国の思惑が錯綜していますが、中国からの無視できない情報が入ってきました。中国が南シナ海に人工島を作ったことは、一時話題になりましたね。その人工島が爆破されるらしいというのです。今回はこの人工島爆破について見ていこうと思います。もともとはちっぽけな島でしたよね。でも、今では小さな国の面積になってませんか？中国系ネットメディアであるタタダシ新聞の報道によると、2020年7月、アメリカ政府は中国が知的財産を盗んでいる報復として、ヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命令しました。それに引き続いて、中国は実効支配している南シナ海に干渉を埋め立てて人工島を作ったのですが、そこを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いというのです。世界地図を見て、お分かりの通り、南シナ海は、海運による物流量が、世界の4分の1を占めるほどの海運物流の要所です。日本においても、中東からの原油輸入における重要なシーレーンなのです。ここ数年、この南シナ海において、中国が20世紀初頭に自国内で定めたとする九段線の地図を根拠として水域の8割に領有権があると主張し始めました。それに基づいて干渉を埋め立てて人工島を造成した上に軍事基地を建設したりして周辺諸国との間で摩擦を広げる一因としています。中国の行動に対しアメリカは中国による南シナ海の領有権宣言は認められないとして、中国が領有を主張している当初12海里内にイージス駆逐艦を航行させるという航行の自由作戦を展開しました。アメリカ一国だけでなく、オーストラリア海軍などにも参加を促し、南シナ海での中国の海洋権益を認めない姿勢を見せています。アメリカのポンペオ国務長官も、中国は、恐喝に等しい行動によって、南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害しているとの声明を出し、強く非難しました。ここで、九段線について説明します。九段線とは別名有事線、牛舌線とも呼ばれている、海上のラインです。もともとは、1953年、昭和28年、南シナ海のスプラトリー諸島、中国名、南沙群島やパラセル諸島、西砂群島の領有権と、両諸島周辺の領海、排他的経済水域、EEZ、大陸棚などの海洋権益について、中国と中華民国、台湾が、権利主張のために地図上に引いた、断続する9つの破線のことなのです。ここで大事なのは、当時の中国と中華民国だけの取り決めということです。海域にある国々のことは無視しているわけですね。2016年、平成28年7月、フィリピンは、オランダハーグの常設仲裁裁判所に申し立てを行い、裁判では法的根拠がないため、国際法違反であるとの裁決が下りました。この判決を根拠にして、アメリカは中国の実効支配への動きに反発しています。2020年7月には、先に登場したポンペオ長官が、中国の主張は違法であり、世界は南シナ海を中国の領海とすることを認めないという声明を発表したのでした。この長官の声明について、
中国の反応です。北京大米国研究センター王主任は、アメリカが11月の大統領選挙前に南シナ海で武力行使する可能性があると推測を述べていましたが、ただし新聞は、ポンペオ長官の声明は、アメリカが南シナ海を奇襲するために法律的根拠を与えたものという解釈を述べています。他の中国メディアですが、香港サウスチャイナモーニングポストは、アメリカ軍は南シナ海に毎日のように複数の偵察機を送っていると断定、南シナ海と中国の海岸に対する偵察飛行を従来にはない回数と規模で実施しているとも報じました。ただし新聞によると、アメリカが奇襲攻撃をするなら、まず中国軍が駐留していないスカボロー礁、キーワ島だろうと予想していて、次の攻撃目標は、スプラトリー諸島、南沙諸島になると見ています。さらに、中国が、軍事施設、滑走路とか、を建設しているファイアリークロス礁、英諸礁ミスチーフ礁、ビズミ礁スビ礁、渚壁礁なども攻撃して破壊、周辺の暗礁も、ミサイルなどで破壊するだろうとも予想しているようです。最終的には、中国が実効支配している環礁だけでなく、他の国が、領有権を主張している、暗礁なども含めて、戦略爆撃機を使って爆撃し、すべてを消して、南シナ海の領有権主張紛争を一気に解決するという推理を述べているのです。血で血を洗う喧嘩が止められないなら、原因を消してしまえば、喧嘩の理由がなくなるから、すべて、解決だろうアメリカは、そう考えていると、中国が推理しているということですね。そんな単純なものではありませんし、アメリカが恨まれるだけでしょう。こういった報道に対し、北京外交筋は、奇襲攻撃前に、まずは、アメリカから、南シナ海の人工島に建設した、軍事施設の撤去要求があるはずだという見方をしています。万が一攻撃があるとすれば、アメリカの撤去要求を中国が拒否した、場合だろうとも語っているのです。その後の展開ですが、結局、アメリカの大統領選挙前に、アメリカ軍の攻撃への動きは、ほとんど見られませんでした。あるとすれば、空母2隻を南シナ海に派遣したくらいのものですから、ただし新聞のアメリカ中国海戦予想は、外れたということになります。アメリカ密輸両選挙の結果としては、共和党のトランプ政権から、民主党のバイデン政権に移行中ですから、内政で、手一杯のアメリカは、しばらくの間、中国への動きを見せることはないと思われます。しかし、南シナ海は、無視できない、豊かな海域です。漁獲量豊富な漁場があり、海底には、石油、天然ガス資源が期待できるだけでなく、前述のように重要なシーレーンでもあるのです。だからこそ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどの国々と中国との対立は、この先も収まることはなく、いずれは、代理戦争としてのアメリカ VS 中国の構図が、より鮮明になってくるのではないかと考えられるのです。九段線をめぐるアメリカ以外の動きですが、中国が自国パスポートの地図に九段線を書き入れたことに反発したベトナムとフィリピンは、パスポートの詐称欄へのスタンプ捺印を拒否、パスポートの地図デザインの変更を強く主張しているそうです。インドは中国との国境係争地域をインド領にしたデザインの詐称スタンプを作成。中国のパスポートの九段線の上に押すなどして抗議していると言います。インドネシアは外務大臣が、九段線は絶対認めらない。
中国は国連海洋法条約を遵守する義務があると声明を出しました。同時に、九段線に接するナトゥナ諸島の陸、海、空の軍備強化に努め、北方海域を2017年に北ナトゥナ海と改称、地図に記載しています。アジアの国だけではありません。香港問題なども注視しているイギリスは、最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣、中国を牽制するとともに、今後の南シナ海での活動を見込んで、日本にも寄港して補給基地として利用できるかどうかの調整をすると考えられているのです。そういった状況で、中国人民解放軍は、2020年8月の対艦弾道ミサイル発射実験において、ターゲットとして、実際に船を配置し、2発を命中、撃沈していたことが明らかになりました。この弾道ミサイルは、空母キラーと呼ばれているトンプー型ミサイルで、消息筋によると、中国浙江省からコチ 21D、射程距離 1500km、西部大海省から、東風 26B、4000km を1機ずつ発射し、両方とも航行させていた標的船に命中させたと言っています。このコチは、移動式発射台を使用する弾道ミサイルで、中国大陸沿岸のすべての場所から発射可能であり、発射前の探知は非常に困難なので、着弾前の撃墜は難しいと見られています。この弾道ミサイルでの船舶攻撃実験は、南シナ海有事に展開されると予想されるアメリカ空母やイギリス空母に対して、東風での攻撃が可能ということを見せつけました。アメリカやイギリスにとっては、かなりの脅威になると思われます。前トランプ大統領に代表されるように、アメリカは強硬な対中政策を進めていますが、今回は、なんと、大統領選挙中に中国へ警告とも思われる行動を起こしました。戦略爆撃機が中国へ侵入したというのです。アメリカがこんなことをするとは、びっくりしますね。一つ間違えれば、アメリカ VS 中国の戦争に発展しかねない危険な行為ではなかったとかと思われます。では、どんな作戦だったのか見ていきたいと思います。香港メディアのサウスチャイナモーニングポストは2020年11月27日、アメリカ空軍の B-1B 戦略爆撃機2機が中国の防空識別圏に侵入したと報じました。これはアメリカによる中国牽制の示威行為だと見られると分析しているそうです。サウスチャイナモーニングポストの情報ソースは民間航空機追跡サービスのエアクラフトスポットからのものと述べています。それによるとB-1B 戦略爆撃機2機はアメリカのグアム島から発進したとのことです。グアム島のアンダーセン基地から発進した2機の B-1B 戦略爆撃機は空中空輸機2機も随伴させていて、この空輸機から空中給油を受けながら飛行、北西の日本方面に向かって飛んだ後、進路を変えて台湾方面の西へ向かいました。そしてその方向のまま、東シナ海に中国が設定した防空識別圏に侵入したと見られるのです。
アメリカ空軍機の動きを知った中国空軍は、2機の戦闘機をスクランブル発進させ、同時に B-1B 戦略爆撃機2機に警告を発したそうです。実は、この当時、中国軍は B-1B 戦略爆撃機が侵入した東シナ海を含む南シナ海や渤海などの4カ所で軍事演習を敢行していました。ということは、その軍事演習に対するアメリカの牽制行動を脅しと考えられるのです。一つの中国を主張し、台湾は中国の一部と豪語する中国は自国領だから遠慮する必要はないとばかり台湾の領空や領海への侵入を繰り返しています。歴史的圧力や国民感情は全く無視していることは言うまでもありません。特に2020年9月以降、台湾領空への中国軍機の侵犯行為が多発しています。対応すべき役割を担うはずの台湾空軍主力航空機は F-16AB ブロック20戦闘機ですが、この150機は1990年代平成一桁に購入した機体ですから、何と言っても老朽化が著しいのです。たまたま訓練中に事故が発生したこともあり、飛行停止中でした。つまり、領空侵犯されても対峙する戦闘機がないという状態だったのです。台湾の空は開けっぱなしだと中国軍は考えたのかもしれません。要するに、中国の侵入に対する台湾の防衛力はいつもよりずっと劣っていたことは事実です。防空面の危機的な状況があったため、アメリカ空軍は B-1B 戦略爆撃機2機を中国の防空識別圏へ侵入させたと推理されているのです。つまり、アメリカは台湾へのアシストを狙って行動したものとみられているのです。前述のサウスチャイナモーニングポストは、爆撃機の中国防空識別圏への侵入に対して、アメリカが B-1B 戦略爆撃機ほどの大型軍用機をこのように飛行させることは滅多にないことで、逆に言えば、今回の行動は、かなり直接的な中国への警告ではないかと推察しているそうです。アメリカが中国を無視できないという証拠のようなものでしょうね。それほど中国の存在が大きくなっているということでもあるのでしょう。経済力のある国を世界は無視できないですからね。それは平成バブル時代の日本も同じだったはずです。ここで改めて B-1B 戦略爆撃機について紹介しましょう。B-1B 戦略爆撃機は、1970年代、昭和45年から54年、2級ロックウェル社が開発した戦略爆撃機です。現在は、ロックウェル社を吸収したボーイング社が供給していますが、大型爆撃機としては、珍しい可変翼を持つ機体ということで知られているそうです。この機体は、4機が、最初に、試作機 B-1A として製造されました。今回の B-1B は、その改良、量産型として登場し、1986年、昭和61年に実戦配備されました。それ以降、現在までに100機が就役しました。登場時は東西冷戦の最中だったので、かなり稼働したようですが、1991年、平成3年に旧ソ連が崩壊し、実質的に冷戦構造が終了したこともあって、この B-1B は現在でも現役バリバリで活躍中とのことです。B-1B 戦略爆撃機の各データですが、乗員4名、全長 44.81m、全幅最大 41.67m、最小幅 23.84m、全高 10.36m であり、エンジンターボファンが4機、
爆弾搭載量については、機内分が 34.02 トン、機外分は 26.7 トンという大きな数値を誇っています。スピードは、最高速度がおよそマッハ 1.25、航続距離は約1万2000キロです。胴体内には、3つのウェポンベイ、兵装があって、自由落下式の無誘導爆弾から、精密誘導爆弾、各種巡航ミサイルまで運用可能という、優れた機体とされています。この B-1B 戦略爆撃機の実戦経歴を紹介しますね。2001年、平成13年のアフガニスタン紛争をはじめとして、2003年、平成15年のイラク戦争、2011年、平成23年のリビア内戦、2015年、平成27年と2018年、平成30年のシリア内戦など、主に中東方面での実戦投入経験が豊富ということがお分かりでしょう。とは言うものの、当時の冷戦終結という時代背景もあって、1994年、平成6年には、第二次戦略兵器削減条約、スタート2の制限対象になったので、現在配備されている機体すべてには、核兵器運用能力がないそうです。核兵器を、この B-1B 爆撃機には積めないということですね。実は、この B-1B 戦略爆撃機は、航空自衛隊も F-15J イーグル戦闘機へ搭載するために、調達を進めている JASM や LULASM 等の巡航ミサイルも運用できるということです。つまり、空対地、空対艦攻撃に使える機体ということなのです。こうなると核兵器が載せられないという前提なのが、日本には幸いですね。非核三原則はまだ有効なはずですから。JASM は、正確には JASMAR で、MAX 射程距離は約925キロにも及んで、空対地攻撃が可能という高スペックなミサイルと言われます。防衛省に言わせると、敵の射程距離外から攻撃できるスタンドオフミサイルであるという認識らしいです。そして、ロラズムは空対地巡航ミサイルのジャスマーを土台として空対艦巡航ミサイルへ発展させたミサイルで、ジャスマー同様、敵艦に向けたスタンドオフミサイルとみなすことができると言えましょう。なお、ジャスマーは2016年、平成28年からより一層射程距離を伸ばし、2倍以上の約 1900km まで延伸した新型のジャスマー開発も進めています。このミサイルは、いずれ日本でも購入することになるだろうと見られているようです。ただし、こういった、ジャズ、ム、系の巡航ミサイルは、射程距離の延伸は確実に進んではいるのですが、ネックがあるそうです。それがスピードで、速度そのものは、依然として青族の巡航ミサイルですから、そのスピードのせいで敵から、迎撃されて落とされる可能性があると思われているのです。2020年9月、中国の SNS 上に、中国空軍が投稿した動画が出回りました。その動画というのが、中国空軍の H6 キロ爆撃機が、グアム島のアンダーセン基地と見られるターゲットを、空対地巡航ミサイルで攻撃する内容だったのです。言うまでもありませんが、グアム島は、アメリカの領土です。そのグアム島の基地を攻撃するということは、アメリカへの宣戦布告と同じことではないかと考えられるのですが、中国の動画のような攻撃が実際に可能だとすれば、前述のように、グアム島のアンダーセン基地から B-1B 戦略爆撃機が発進するのは、
非常に難しいでしょう。でも、そこはアメリカと言うべきでしょうか、先読みが得意なお国柄と言うべきか、すでにこういった事態を憂慮し、想定し、戦略爆撃機を本土へ帰還させる動きを見せているのです。さすがに、アメリカ本土まで一気に攻撃したら、全面戦争になることを中国も避けたいと考えていることでしょう。たとえ、国内に、強硬な対アメリカ論者が多かったとしても、自分から仕掛けたという形になることを中国は、望まないはずです。日本の真珠湾攻撃を批判する国ですからね。自分たちが第二のパールハーバーを起こしたと言われたくないはずです。多分。アメリカもそれがわかっているから、爆撃機を本土へと移動させたのでしょう。さて、爆撃機に積むミサイルの性能が年々向上していることを説明しました。今後は、前述のように、長距離巡航ミサイルの射程距離が延伸したり、極超音速化の影響で速度が一層速くなることも考えられます。つまり、従来のようなアメリカ軍の持つ攻撃力が危ぶまれる事態になっていく。アメリカ国議会上院が超党派で尖閣諸島防衛義務を表明、日本としては嬉しい限りです。今回、尖閣についてアメリカの意思を詳しく見ていきます。新冷戦となるんでしょうか。2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は、国際法をねじ曲げ露骨な、海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて、今後同委員会で審議することを明らかにした。280ページにも及ぶ、この法案は、今後、米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものである。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じか、それ以上の危機として、東アジアにおいて一触即発の状況の下、超党派で、国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員に押しかかっていた重しが取り除かれたおかげであろう。この法案では、米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め、防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために、米国からの支援を優先させ、中国との競争において、その軍事的投資は適当に割り当てるべきとしている。台湾との関係強化については、政府、軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺ともいえる強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしている。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく、非米豪印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれている。そして、
日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたのである。日米安全保障条約第5条では、各締約国は日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならない。この戦略的競争法について上院外交委員会のメネンデス委員長は声明を発表、かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして、米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにした。これを受けて中国外務省の張立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んで羽織らず、ウィンウィンの関係を築くことを願っているが、中国の主権、安全保障、国益を脅かす者には対抗していくと強い反発を示している。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日米欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っている。中国は、ここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として、干渉を埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては、日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して、海峡局艦艇を派遣して日本の領海に居座らせ続けている。さらには台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで越えることがほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による台湾防空識別圏 ADIZ へ侵入を繰り返している。これらの中国軍の動きに対して、米国は第7艦隊所属の駆逐艦による航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して、軍事訓練や演習を実施してきた。そんな状況下に、中国は4月5日、空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と太平洋に進出させ、台湾周辺で訓練を実施したことを発表した。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練、ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされている。ラペールズは、クアッド、1、米、5、印、4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で中国に対抗したものであることは明らかであった。また、中国海軍による G 行動には、
もう一つの意味があるとして、それは4月16日から開催される日米首脳会談への牽制であろうとする声が上がっている。この日米首脳会談では、バイデン大統領から菅首相に対して台湾有事への危機感の共有と日本によるサポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされている。今回の米国上院議会による戦略的競争法で法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは米国から日本へのプレゼントであるとも考えられる。つまり米国は尖閣諸島有事の際には安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件ではないだろうか。米国にとっては台湾を失うことは対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の非ではなく、米国にとってはどうでもいい尖閣諸島での安保適用を明言してまでも日本の後方支援を必要としているのである。これに対して菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されている。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためには、レアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は、中国である。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがある。また、対中国において、バイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする新中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつく。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、9日に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表した。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいる。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないのである。